はい、こんにちは。リアルソリューションです。今回はレバニラを作ります。レバーは下処理として、切ってから、片栗粉ですね。片栗粉をまぶしてます。で、フライパンに油を引いて、焼いていきます。両面に、火を通したいので、丁寧に、焼いていきます。まあこれって、広げてってちゃんとなんていうんですかね、綺麗に焼けるように、まあ形も、まあ、こうやって広げて焼いた方が綺麗になるので、こんな感じに、広げて焼いていきます。まあ火は中火ぐらいですかね、中火よりちょっと弱いぐらいで、まあ強いとまあ焦げちゃうので、ゆっくり焼いていきます。まあ、こっちの A 面が焼けたら、B 面も焼くと、まあ、こんな感じにこんがり、焼けていきます。いい感じですね。まあ、このまま食べてもいいんですけどね。でこれに、先ほど切ったニンニクのスライス、みじん切りと、シシトウを入れます。シシトウは、丸のままですね、水洗いしてそのまま入れてます。でししとうに火が通ったら、こうやってニラを入れていきます。で、このニラとかししとうの色が、火が通ると鮮やかになってくるので、それまで、ゆっくり炒めていきます。まあやってれば火は通るので、何も気にせず普通にやっていきます。でこんな感じになったら、今回は白ワインを入れます。まあ日本酒でも、料理酒でも何でもいいです。とりあえず入れます。で、塩コショウをします。で、全体に味が馴染んでいったら最後に、醤油を、回し入れます。でやっぱり醤油の風味があると美味しく感じられるので、醤油は最後に入れた方がいいと思います。まあめちゃめちゃいい感じに仕上がりました。まあこれで今日もご飯がいっぱい食べられそうです。